皆さん、こんにちは。こんばんは。よっ。よっ。今日はですね、3月15日に発売されるコロコロコミック4月号につく、妖怪ウォッチプニプニメロンニャンを世界最速で体験してみたいと思いまーす。やったー、すごーい。最速動画、最速動画。早速始めちゃうぞ。イエイ。まずは、キャラクターで、キャラクターを選ばないといけますね。選んでいきますよ。僕は、ニャン妖怪で固めていきたいと思います。そしてメロンニャン、これが4月後につくやつですよ。メロンニャンのフルーツの王様ですよ、これ。そうなんですよ。メロンニャンのステータスはこんな感じです。めっちゃ強いかな。メロン果汁で攻撃しちゃいますよ。メロンニャン、メロンニャンはこんな感じです。さあ、ということで、というわけでニャン妖怪で固めたので、新マップ、渚木に出てくる大航海船長倒したいと思います。やれるんですかね。行っちゃいますよ。お願いします。はい、早速レッツゴー。僕のプニテクニックを見てください。素早く固めていきますよ。まずはメロニアを大きくして思います。グレー行っちゃいっちゃい。さりげに地盤玉が入ってるところがコロコロファンとして嬉しいですね。これはね、結構大航海船長強いんで、結構ライフが半分ぐらいになっているんですけども、さあ、たまりましたよ。メロニャン、タイミング見ていきたいと思いますよ。おー、ぐるぐる回っとるよ、大丈夫。ナギサキはこの大航海船長はこうぐるぐるぐる回してくるんですよ。まずは百裂肉球を食らわせて、そしてメロニャン行くぜ。メロニ肉球、メロメロ肉球、来たー。どう、お、でっかい、めっちゃ強いじゃん。結構強いんですよね。さすがね、これレベル7に立ってるだけあるね。そうなんレベル違うから。行け行け行け。あー、ぐるぐる来たよ、ぐるぐる来たよ。でも早いね、早いね、パシパシパシ。いや、スピード決まった。倒すぜ、倒すぜ。おりゃ今このタイミングにして、どんどん溜めていきますよ。いや、ゴリオニッキュー。さあ、だんだん指が痛くなってきましたけど、すごい、早いぐる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 回ってるからやりにくいですね、ここは。さあ、ここでニャンゲー。とりゃメロニャン、とりゃとりゃ、もう一回メロニャン行きたいな。行くぜメロメロニッキュー。素晴らしい。見てください、僕のテクニック。超強い。プニプニ大好き。メロンニャンはですね、3月15日よりコロコロコミック4月号についてきます。ついてきます。めっちゃくちゃ強いから、みんなも絶対ゲットしてください。お願いします。それでは皆さん、バイバイ。